マーケットスクランブル。月曜夜はマーケットスクランブルよ。はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。フリーアナウンサー大橋ロコです。今夜のマーケットスクランブルは林投資研究所代表林智幸さんです。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう3月も5日になりましたからね、はい、だいぶなんか東京は暖かい感じ。そうですね、昨日なんか相当暖かくて ね、はい、三寒四温と言いまして、またでも急に寒くなったりするようですから、はい、体調管理気をつけなきゃいけないんですが、マーケットも同じように急になんかまたガッと下がってきて荒れてますね。荒れてますね、はい、荒れてます。この春の嵐いつ終わるのかななんて思うんですが、今日日経平均なんかは皆さんもうちょうどこう前の安値を割るんじゃないか、支えられるのか心配でならないっていうような、そういうまざらばでしたね。そうですね、はい、急に雰囲気悪くなっちゃった。そうですね、はい、トランプさんのせいだとか、まあ、いろいろね理由を後付けで言う人いますけど、はい、林さん的にはどうですか。まあ、相場の上げ下げですからね、はい、と言いつつね、結構読みにくいですよね。読みにくいですね。去年の年末ぐらいにね、はい、ちょっと押してもいいかなと、年末にかけてとかね、はい、年初にかけて、はい、そうしたら強かったじゃないですか、はい、いきなりだって大発会からボンとロケットスタートで、はい、あれについていけずに踏み上げられた人が、ね、ええ、じゃあ買うかなんて買ったら今これですよ、はい、ええ、だからあの裁量でやってる分、はい、12月にしょうがないから買った、はい、1月に入って、はい、具合がいいと、うん、2月の頭もね、ちょっとニコニコしてた、うん、そしたら今度はねおかしくなっちゃって、突然ね、まあ、金利の上昇とか、ビックスの上昇とか、ね、いろいろ言われてますけれども、非常に地味な銘柄を地味な形でポジション取ってたんですけれども、はい、結構変なこう動きがあるわけですね。変な動き、巻き込まれたりなんか、はい、だからわーっとこう評価益が膨らんだかと思うとガーッとしぼんだり、はい、極端な動きをしてます、はい、だからやっぱりね今日お話ししますけれども、ええ、やっぱりポジションサイズの設定とか、はい、資金管理、リスクコントロール、マネジメントですね、はい、ええ、まあ、こういうことも絡めて戦略を考えていかないといけないということですね、はいはい、今日のテーマは中間線で売買する銘柄の選び方というテーマなんですけれども、銘柄の選び方なんですけれども、はい、だからそこに資金管理とかね、うん、いろいろこう絡んでくるわけですね、はい、銘柄の当てっこではないと。なるほど。ちょっとね、選び方についてはまたちょっと後ほどじっくりとお話し進めていくんですが、今日はまず中年線でインデックスのチャートをご用意いただいているんですね、はい、日経平均とトピックスなんですが、ご覧いただきましょう、はい、まずこれは日経平均ですね、はい、はい、まあ、一番のところ、これはまあ去年の夏ですよね、はい、はい、安かったところですね、はい、ここで買ってる人はもうウハウハだったと思いますけど、はい、ここ一旦引転してるんですね。売り線になってる、ね、中間線が黒い線は売り線です、はい、で売り線で下げなかったのは仕方がないんだけども、うん、売り線のまま逆行高してしまった。だいぶ上がってますねこれね、うん、だから2番の丸のところ ね、はい、これ黒いまんま上がって、はい、で途中でようやくね要点したんですね、はあ、まあこれねちょっと残念なんだけど仕方がないな、残念だけど、でも今はどうですか。今売りです。今でこれ先週の金曜日、3月2日の金曜日までのチャートですけれども、はい、今日さらに下がってます、はい、ただその手前もう一つね赤い丸ありますよね、はい、これちょっと前にね回線もできたそう要点して、うん、これもだから騙しになってる、こういう残念なところがどうしても出てきてますね、はい、今日経平均のトレード人気化してるみたいですよ、先物とかでもこういうのもね、そうすぐレバレッジかけてね、うん、やっぱりこううまくいくことを前提にやりすぎてしまうと、はい、まあ、今日その辺がね資金管理のねお話なんですけれども、レバレッジをかけちゃってね、ETF でもレバレッジ型が大変人気でポジションがすごい積み上がってるっていう、そうですね、だからちょっとこういう、ね、中間線も迷うような変な動きが、はい、それもあるでしょうね、出現しやすいのかもしれないですね、まあ、レバレッジかけすぎると、はい、うん、当たり続けててもわずかな歪みでドボンのポイントを迎えますからね、うん、はい、トピックスはどうでしょうか、はい、トピックスの方が癖なく、まあ、いわゆる当たってる動きですね、うん、だから、ね、去年の夏、もたもたしながらも引転しなかった、これずっと2017年開戦開放時のままだったんです。そうなんですよ。コトピックスは非常に中間線、ね、相性が良かったと。
うん、ただね、日経平均のが、まあ、10年線で見てて面白い動きをするところのこともあります、はい、だけど本当は個別銘柄が面白いんですよ、はい、まあ、どうしてもインデックスっていうのを取引しようと思うと明日上がるのか下がるのかっていうその値動きの予想になってしまいますよね。そうで、個別銘柄は値動きを予想するということではなくて、どの銘柄とどういうふうに付き合うのかっていうこのセレクトですからね、うん、そういうですね、プロの思考に近づきやすいと思うんですね、うんうん、はい、インデックスの方が雑音が多いし水準で考えてしまいやすいという、はい、まあ、落とし穴がありますね、はい、はい、まあ、林投資研究所のホームページをご覧いただくとですね、この今ご覧いただきましたこのインデックスの中堅線のサインというのは見ることができるんですね、はい、はい、見ることができます、はい、これまずマーケットスクランブルのウェブサイトですね、右の上の方にこのチャートがあるんですね。ちょっと見えにくいかと思いますが矢印のところに、チャートがあります、はい、日経平均のここをクリックすると、はい、林投資研究所のウェブサイトに飛びます。中堅線シグナル配信というページに飛びます。その一番上のところにですね、また矢印つけてありますけれども、中堅線研究会に登録括弧無料とあります。そうすると何が、はい、ここでですね、はい、登録してもらったら、はい、ID パスワードを発行しますので、中堅線シグナル配信のサービスのトップページを無料でいつでも見ることができます。トップページは何が見れるんですか、はい、先ほど2つ、日経平均の中堅線、はい、トピックスの中堅線、はい、それから全個別銘柄が対象なんで、はい、その全個別銘柄のですね、陰線陽線、ポジションですね、シグナルを集計した数字がトップページにあるんです、はい、じゃあ今日1日の開放時は何銘柄、はい、売り放時何銘柄みたいな感じですかね。そうですね、引転したのがいくつとか、はい、ちなみに今日ですね、はい、まあ、東証一部2000銘柄ありますけれども、はい、今日はね陽転したのが2つしかない。で、陰転したのがね、さっき数えたら、ね、149あるんですね。で、東証一部全体で約 28% が買い、はい、残りが売りと、はい、だからまあ売りにね傾いてるわけですけれども、はい、でもね買いがゼロってことはないんです。そうですね、個別にいろいろ動きがあるんですよね。開放時、はい、はい、その辺、今日ね個別銘柄いろいろですねご覧に入れながらご紹介したいと思います、はい、ではちょっとね個別銘柄で中堅線のチャートをご覧いただきましょう。まず最初は、はい、1515日鉄工業、はい、日鉄山ですね、はい、まあ、去年からずっと上がって、高値を通り過ぎて、直近は下げています。でこの上げは取ってます、うん、きれいにこれね開放時、はい、取れました。だけどこの赤い丸のところここはねやんちゃでしたね。ちょっと連敗してるんですね。陰転、はい、した、うん、でこれが騙しで切り返して陽転した、うん、ところが騙しでまた陰転した、うん、目先はいい感じなんです、うん、ちなみに今日は260円安の6610円で、うん、まあ、陰線のまま売り線のままですけれども一部手締まい、はいはい、トレンド途中のですね一部手締まいというシグナルが出てます。直近は売ってるわけですね、これ陰線で、 それで手締まいの方針も出てるから、直近から乗れた人っていうのはねすごく良かったと思うけど、はい、この丸のところで苦労したって方もいるかもしれないですね、でもねカチッと決めてやらないとね行動が決まらない、はい、ところがカチッと決めてやるとこういうふうにねずれることがある、うん、はい、はい、仕方がないという部分もあるんですが、はい、次の銘柄見てみましょう。2281プリマハムのチャートです、はい、これはねこの20丸のところ一番左のねずっと上がってます。でこれもっと前からね、はい、安いところから上がってるんでなんと1年以上もですね陽線回線が続いてもう理由はなくていいよと、はい、ずっとポジション継続ですよっていうようないいチャートそうです。なんとストレスなく倍化したという、はい、そういう銘柄がね高値で売り線に変わったら、うん、はい、いろいろ期待するじゃないですか。今度は土手売りで下落を取ってやる、ね、だら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 1年ね下がっていくのかなとか、うん、ところが罰が続いてますよね、はい、陰転して騙し陽転して騙し陰転して騙しまた陽転してこの陽転は一応少し取れてますけれどもで数ヶ月経ってやっと直近、うん、はい、陰線でそこそこ、はい、流れが出て、いい感じで、評価益出てると思います。今日も617円の12円安してますから、はい、まあ、20丸つけときましたけれどもこういうふうにどうしても波があると、うん、大
きなトレンドをやった銘柄こそ大転換の時は少しのた打ち回るというか、悩む迷うような時期がちょっとあるということですね。で、あの一つね、大事なこと、まあ、例えば100万円でやってて、で、このプリマハムの上げを取った、よし、こっからは、ね、今度は天井だったら、ね、もう当たり続けるだろうと、じゃあ500万円あるいは1000万円に増やして、ドーンといった、それね、どうなるかとこのバッテンのような目に遭うと、そうバッテンのところたまたまの連敗で大きくやられてしまうと、そうですね、でもやってられるかみたいになっちゃうわけですね、はい、自分で混乱を生み出してしまうと。だからこれはあの中堅戦の買いとか売りの報じだけではなくて、ポジションサイズのコントロールも中堅戦縦玉法っていうのはきちんとルールがありますの で、 そこも守ってくださいねっていうことですね。そこ皆さんね、結構緩いんですよ。大きく取れた後は少し気が緩んで、ポジションドンと行きたくなるんだけど、あといい情報をもらった時にね、これはでっかく行きたい、ドンとか言ってね、結構こう苦労するわけでしょ。はい、そういうことはしないで、縦玉法というこちらのルールも守っていただきたい、はい、計画的にいかなきゃいけないということなんですけれども、はい、続いては2502朝日グループホールディングスです。はい、大きく取った後もたもたと書いてありますね。そうですね、これもう、まあ、これはね、先ほどのように騙しが出てるわけではないんですけれども、もうこの上げを陽線でうまく取った、で引転してるんですね、1月のうちに。この2番の、違う、こっちか、大きく取った後もたもたの方のチャートですね、はい、そうですね、見てましたね。それ次の銘柄です。はい、はい、でもこれ綺麗で、だましがなくていいじゃないですか、ただまあ引転したのに下げてない、目先ね、日経平均が弱いって言っても下げてない、今日もね、引け10円高なんですよ、前日比が。あ、ね、まず指数と個別銘柄、全然違うよっていうことはね、これいつも言ってることなんですけれども、はい、よく頭に入れて、これから先の銘柄もご覧ください、はい、そして私が前のめりで見ていたのはこちらです、はい、2726バルグループホールディングス、気になりますか、やりますかこれ番号があるから、はい、1番で綺麗にこれ上げ取ってますね。そうですね、はい、で2番、はい、引転して、これがね、取れてないんですよ、まず。ちょっと下げ方が急ですよね、急激に下げてるんで取れてない。それから陰線のまま切り返して赤い丸印をつけたところ、まあ、この辺りで本当は陽転しててほしいんだけど、だいぶ上がってから陽転したんで、結局この売りも取れてない、3番のところの陽線も取れていない、まあ、直近4番のね、陰線は評価域になってますけれども、こうやってばらつきがあると、そもそも2番の、引転、これ急激でしょ、これは間に合わないってこともありますね。間に合わないし、まあ、こういうのがね、さらに遅れることもあるし、まあ、こういうところばっかりね、どうも気になっちゃうんだけど、ここに合わせて例えばルールを作ると、平時にやられまくります、全く儲からないもの。林さん、さっきからね、やられる話ばっかりなんですよちゃんとうまくいってる例もあるでしょ、はい、紹介してください。いや、ちゃんと取れてるところと取れてないところとあるんだけど、ね、もう本当に慎重なんですから、もう、はい、まあ相場はね、はい、それが現実ですから、はい、と言いつつね、言いつつやっぱり手法を決めて臨むということは、やっぱり理想形、はい、モデルというものが必要です、はい、銘柄ご覧いただきましょう。さあ、4331テイク&ギブニーズです。はい、これね、下げで取って大きな上げを取って、目先は12月の、後半に引転して、だこれ高値が、12月の頭ですよ、はい、でずっとそこからね、だらだら下がって、まあ、直近は上がってるようですけども、今日も64円安、1000円割ってますし、うまく取れてます、はい、これ綺麗ですね、はい、騙しもない綺麗なチャートです、理想形として、持ってきたのがあと2つあります。はい、はい、2番、はい、6962大真空。大真空って何やってるんですかね、分かんない、すっごく真空なんですかねそんな時間に、ね、今日尺的にないですよ、はい、そうですね、はい、上げで取って下げで取って、はいはい、今日も32円安、はいはい、これも綺麗に、騙しがなく報じ通りに来たというそうですね、
はい、もう一発理想形の3番、7205、はい、もう小気味よくピシピシ当たるなんて書いちゃいましたけれども、日野自動車です。これね、細かく動いてて癖が悪いようでいて、うん、なんだかんだね、うん、取れてるんですよ。はい、ね、これ面白いですね。あの上げも取れてるし、はい、下げも綺麗に、その方字がね、あのちゃんと点底をこう綺麗に捉えている、ね、そうですね、形でこんな風に綺麗に法事が出たら、はい、だから日野自動車がじゃあこれからも綺麗にこういう風に法事が出続けるかっていうと、それはその限りではないわけですよね。そういうことですね、はい、あと 今の3つ、銘柄の、それぞれの動きがバラバラだったでしょう、はいはいはい、まず日経平均と違う、はい、で全部東証一部なんですけれども、はい、それぞれ動きが異なるわけですね、はい、そこが注目ポイントなんですね。はい、はい、いろいろな動きがあると、はい、でまあ、日経平均で、個別を考えるのはダメだし、はい、それから個別銘柄の動きが面白いというのもあるし、はい、うん、だけどもね、そういうものをこう組み合わせて、まあ、やっていこうという話なんですけれども、資金管理も必要だ、うん、やっぱり資金管理、ね、さっき言ったようなね、はい、無茶をやると簡単なことでドボンのポイントを迎えます、資金管理、まあ、基本の計画と書きましたけれど、はい、でまずね、いい資金管理と悪い資金管理、悪い資金管理っていうのはなんかついついやりすぎてしまう、常識的な人がやりすぎてしまうと、儲けたい、で儲けるにはポジションを大きく取ろう、でも怖いな、なんか中途半端な気持ちでこう大きくいってしまう、これぐらいやりたいな、その中でこれぐらい動かしたいな、ここを逃したくないなってやりすぎてしまう。そうではなくて、資産のうちいくらをリスクにさらすのか、例えばこんな風に考えただけでだいぶ落ち着いてきますし、じゃあ、それを口座に入れて、その口座の資金を運用するんだっていう意識で、手法を考える、売買数量の決定、こういうことをねちょっと考えただけで落ち着いて売買ができます。だから個別の判断、その場の判断も慌てないでできますよと、こういう思考をね大切にしてもらいたいということです。そういう思考のもとに銘柄をどのように選んでいくのかということについては、コマーシャルの後伺っていきます。すっごくシンクロと苦しいね。さあ、中間線縦玉法、今日は個別銘柄どのようにして選ぶのかということを林さんに教えていただくんですが、はい、そのアドバイス、先ほどね、そのホームページからまず無料で登録してくださいっていうのがありました、はい、中間線のシグナル配信のトップページですね、はいはい、そこは無料で誰でも見られますよというのをまずねやっていただきたいんですが、それからもう一つ、ちょっとこう有料ですけれども会員になっていただくと、もっといろんなものが見れるわけですね、はいはい、まあ、上場全銘柄、はい、まあ、ジャスダックとかね、そう新興市場も含めて、はい、全銘柄について中間線で計算したシグナルを出してます、はいはい、でその中でですね、はい、東証一部に限定なんですけれども、はい、95銘柄、はいはい、ユニバースといってですね、はい、まあ、非常に安定性の高い銘柄をですね、はい、まあ、研究対象として選んでます、はい、でこう画面見ていただきたいんですけれども、この銘柄ユニバース銘柄95銘柄はシグナルだけではなくて、先ほどからお見せしているようなチャートを見ることができます。はい、でこれ画面はサムネイルなんですけれども、クリックすれば、はい、拡大して、はい、大きいチャートが、出ます。で先ほどのような中間線のチャートが、うん、はい、ユニバース95銘柄毎日見ることができます。そうです、はいはい、毎日ですね、大引け後3時台にですね、うん、大引けまでの計算してシグナルを出してますが、その中からもう一銘柄、私が実際に売買しているのをちょっとご覧に入れたいと思います。はい、はい、5453
東洋鋼板手仕舞いしましたと書いてあるんですけれども、何が起きたかというと、リグいましたってこと、うん、買いで上がったんです。あ、すごい。で最後上でアリンコになってますね。あ、本当だ。これ横ばい、なんかあったんですか。これ東洋製缶が TOB をかけてるんで、TOB 価格に張り付いてるんです。なるほどね。でもその直近ね、1月は陰線になってたんだけども、コンコンコンと上がっていくところで、まあ、中間線のルールで単純に TOB とかそういうの関係なく、ファンダメンタルの情報関係なく上がってきたことを受けて要点した、うん、で買った。そしたら、ビューンと上がったんで、まあ、これはもうね、順当にいけば上場廃止なので、はいはい、もう陰転を待たずに、はい、無条件で手仕舞いしてさよならしたんですけれども、はい、一つだけね、これね、TOB の発表前に上がってるんですね。上がり出してる？なんか普通に情報が出てたのか、なんか怪しいのかよくわからないんですけれども、インサイダーかもしれないですよね。よくわからないんですけど、とにかくね、こうね、動きにこうついていくというのが中間線です。値動きがちょっと出始めたということに中間線も反応して開放時出してた。そうです。ファイさんはそれ知らないで買ったわけですよね。はい、なんで上がってるんだろうと、うん、日経平均が下がってる中、ね、上がってたんですか。ぐいぐい上がり始めて要点したんですよ。はい、でこれ何かあったような銘柄っていうのは、まあ、手締まってください。そうですね、ということですね、はい、でこういった銘柄はね、ユニバースから、まあ、外すんですね、はい、まあ、95銘柄が今度順当にいけばこれで94銘柄になっちゃうんです。もともと100あったんですよ、うん、でまあ、同じようなですね、まあ、上場廃止とかですね、どっかの子会社になって上場廃止とかいろんな理由でですね、消えてったもの、はい、特に補充してません。なぜまた無理やり探すようになっちゃうでしょ。そうですね。じゃあとりあえずその落ち着いてちゃんと売買するためのツールを作ってるんです。95銘柄もあれば十分ですね、皆さんね。私たちが自分でやりたいと思うような仕組みを作って、うん、まあ、それをですね、公開しているというのが、はい、中間線シグナル配信なんですけれども、はい、その95銘柄というのはね、今この選ぶっていう過程には相当なやっぱり思い入れと、はい、はい、ロジックというか、こう何かお考えがあったんですね。まず中間線の基本ロジック、はい、そのままです、うん、でもパラメータの設定があります、はい、それから、まあ、ユニバースをどんな銘柄にするか、うん、いろんなですね、フィルターがあったんですけれども、まずは最長31年間の株価データを使って全部検証しました。31年間はすごいですね、はい、まあ、データがないものはね、はい、まあ、10年だったり15年だったりしたわけですけれども、はい、はい、最長31年間、まあ、上場してね、うん、年月の長いものはデータありますから、はいはい、それでその中からですね、いろいろこう、まあ、パラメータ中間線では刻みといいますけれども、これを決めていく過程がですね、はい、大変だったんです。単純に一番いいパフォーマンスが出るものってやったら、うん、これ簡単じゃないですか。そのカーブフィッティングって言いますよね、うん、コンピューターに計算させて、うんうん、特にね、直近1年間2年間すごくいいパフォーマンス、うん、そしたらさっきご覧に入れたようなチャートがもう当たりまくってるのばっか並ぶわけですよ、ね、後から作れちゃうみたいなことね。はい、でもそれはこれから先売買するのにいいのかどうかっていうと、うん、クエスチョンでしょ、うん、だから直近のところは気にしなかったし、はい、16個のパターンを作って、はい、でまあ、全然うまくいかないような設定は捨てちゃいましたけれども、はい、いいものでもいろんな角度から検証して、はい、まあ、安定性とかですね、まあ、パフォーマンスが良くなるもの良くなるものっていってカーブフィッティングに近づくんではなくて、はい、本当に使ってストレスなく、はい、ちゃんと結果が出る、うん、これから先も安心というのをですね、うん、作りたかったんで、はい、そこはもう手作業も入れながら、はい、相当苦労しました。で95銘柄をユニバースとして研究対象でこう、はい、まあ、ウォッチしつつ公開しつつということですよね。ですね。でカーブフィッティングって、うん、売るための情報を作る時だけじゃなくて、はい、自分で使うシステムをチューニングする時にもやっちゃう失敗じゃないですか、うん、そうですね、はい、やっぱりこう相場付きがどん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 変わってくる、変わっているのかなみたいな前提で直近1年とか、まあ、半年だったり、まあ、人によって違いますけれども、ね、比較的近く直近の過去でパフォーマンスがいい設定を使いたくなる、はい、ユニバースを選ぶときは直近 1,2 年をね、逆に捨てました、そうなの？逆をやったわけじゃないですけど、気にしなかったってことですね、
なるほど。もっと長い目で見てやると。じゃあ中長期的に、まあ、運用で勝とうというような考え方でも、はい、そうですね、はい、さっきの、資金管理の話も結局そういうところとつながってくるんですね。ついついこう目先の動きを見ちゃうじゃないですか、まあ、じゃあインデックスやる人なんか特にそうよ ね今 ね、はい、で下がってきたんで、よしここを拾いに行くかとかね、まあ、そういう遊びもいいんですけれども、そういう遊びが中心になっちゃうとダメで、ちゃんと大きな流れを見て、売買する、トレンドに乗る、資金を落ち着いて運用する、その中で最後の最後、よし今日買うか一日待つかっていうちょっと遊びがあるっていうのはバランスはいいじゃないですか、はい、そういうことをねちゃんと落ち着いて考えてほしいんですね。そういうことを落ち着いて考えて組み立てていくための、まあ、売買手法、それから銘柄、はいはい、からシグナルの情報というものが揃っていますというのが、はい、中原線シグナル配信の自慢です。はい、ということですので、こちらまずはぜひ無料登録からインデックスのね、あの中原線毎日チェックしていただいて、面白そうだと思ったらその上のこのユニバースの銘柄の中原線毎日見ていただければというふうに思います。はい、ではここで一旦コマーシャルです。さて、林投資研究所でいろいろな投資にまつわる情報を発信しているんですが、本もね出ましたね。はい、やっぱりね、はい、本落ち着いてね、はい、読んでじっくり考えてもらうと、はい、これ大事なことです。これようやく今書店に並ぶかっていう、はい、そうですね、今日配本なので早いところは今日、まあ遅いところでも一両日中に、うん、店頭に並ぶと思いますが、はい、はい、凄腕のプロのインタビュー集です。はい、はい、オクトレ3ということで、もう予約で結構売れてるっていう、はい、そうですね、はい、今回10人いるんですけども、トップが私のですね、父親の林輝太郎、輝太郎さんはもう業界の重鎮ですからね、はい、若林英司さんもいますしね、若林さん、ついてる仙人さんとか、最後はなんとプロギャンブラー信樹さん、はい、はい、さあどんな方なのか後でまたご紹介出てくるんですが、はい、こちらの本ぜひ手に取ってお読みいただければと思います。それと、はい、まあ、無料で、はい、このような本もございます。これ無料です。うちのですね自慢の研究部開放、はい、これのサンプル号を作りましたんで、はい、これ無料でお送りしてます。はい、はい、どんどんですね、お希望の方は林投資研究所のホームページ行けばいいのかな、はい、そうですね、はい、ではちょっとマーケットスクランブルのホームページに行っていただくと、マーケットスクランブルのウェブサイト右の下の方にですね、バナーがあります。青いバナー、はい、林投資研究所、これをクリックしてください。そうすると、はい、林投資研究所のトップページに行きます。トップページ上の方にですね、はい、まずですね中原線のセミナーの情報がお、セミナースタートですね。はい、この間からですねまた再開してやってるんですが、中原線のルールを1日で理解して、まあ、実践に向かうですね、はい、道のりを作ろうということなんですが、はい、次は4月です。はい、はい、それからその下青い矢印のが今ご覧に入れたサンプル号の申し込みのページへ行く、はい、リンクですね、はい、はい、その下が最初にお見せしたオクトレ3、はい、はい、新刊の案内です。はい、はい、そして林さん、セミナーに登壇されるそうですね。はい、そうです、はい、はい、3月22日5時30分からなんと金融取引所、金融取プラザ、はい、大変綺麗なところですけれども、らしいですね、行ったことないんですけれども、そこに先ほど名前が挙がりました、はい、プロギャンブラー信樹さん、はい、この方本当すごい方ですよ、ね、いや面白いですよ、はい、で考え方がそのままトレードに通用すると、はい、そうですね、だから逆に新鮮です、はい、
ぜひ聞いてもらいたい。対談形式、ね、そうですね、私が、まあ、彼のトークに絡むという感じでですね、はい、面白い企画だと思います。本物の、まあ、ギャンブラーという、ね、あの職業で、はい、世界をフォローして食べている人ですからね。そうですね、はい。そしてこちらの、はい、セミナーはサンワード貿易さんのホームページからお申し込みできますので、こちらのバナーで入ってください。それから林さんの連載、新しいのがスタートするそうですね。そうですね、あのこの相撲でディーラーの戦い方、はい、オクトレ3ご覧に今入れましたけれども、うん、それの前作のインタビュー集ですね、これの中からですね、なんと2人分、はい、はい、インターネットでですね公開すると。おー、はい、ちょっと楽しみです。そのページの画面をご覧いただきましょう。まあ、この間までですね、うねりとりの、はい、連載やってたんですね、はい、その最終回のこれページなんですけれども、同じ幻冬舎ゴールドオンラインで、はい、バンバン公開してしまうと、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。お得ですね、無料で読むことができますので、ぜひこちらも読んでいただければと思います。ということで、今夜のマーケットスクランブルは林投資研究所の林智之さん、はい、合ってました間違えずに言えましたお送りしました、はい、それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。